95式自動不やり、QGF レイニーヘルメットを装備し、エルブルス山での山岳軍事訓練に臨む人民解放軍兵士、QG 会マイナスレニーヘルメットは中国人民解放軍の戦闘用ヘルメットである。外観はアメリカのパスグッドや日本の88式鉄棒、同様フリッツ型で、材質はケブラー製。1997年の香港中で、 第一陣となった中国人民解放軍陸軍部隊が着用していたのは偽装王位を被せた外見は後の量産型と全く同じだが材質は従来道理構成の初期型であった北朝鮮では2013年7月27日の朝鮮戦争9060周年記念の軍事パレードで更新する不評部隊や軍用車両に登場している兵士のヘルメットが 今までの旧ソ連風の鉄製ヘルメットと異なり、中国人民解放軍と同タイプの9次1回マイナス0二ヘルメットやパスグッド、ヘルメットに置き換わっていることが映像で確認できる。また、2020年代に入り反問店など、国境警備隊員も装備しているのが確認でき、こちらは明細を直接塗装されている。このように、朝鮮人民軍に徐々に普及しつつあるものと思われる。 また、一部の砲兵が着用しているのが、報道写真によって確認できる。QGF レーザンヘルメットを装備し、ルーマニア軍との共同軍事演習に臨む人民解放軍兵士、QGF-11 ヘルメットを装備し、中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年、記念式典に参加した。 人民解放軍兵士中国人民解放軍では1982年以降、構成ヘルメットである GK80 ヘルメットを正式採用していたが、中国人民解放軍海軍では1994年まで GK80 以前より広く使用されていた、路角品由来の非式ヘルメットが残存する状況であった。1993年、人民解放軍は、 アラミド繊維の開発を進め、中国版パスグッドとも言える新型の戦闘用ヘルメットである、QGF レイアラミドヘルメットの開発に成功した。対弾性能は、トカレフ TT-33 のデッドコピーである54式手槍の5メートルからの射撃を100%防御可能であるとされた。QGF レイは1999年の建国50周年記念式では、 人民解放軍の参加全兵士に配布され、世界各国に披露されることとなった。2005年、QGF 例には、マビサシの長さを短くし、電子機器装着の親和性の向上、軽量化、低コスト化を図った改良型の QG 回 -03、ヘルメットへと置き換えられ、2015年にはマビサシを省略し材質の改良を進めた。 中国版ミヒとも言える9ナス -11 ヘルメットが登場中国人民武装警察部隊や人民解放軍の上級部隊などの精鋭部隊を中心に先行配備が進められている。進路を、震度、解放南極敗退日本、カブトこと震送美時嘘。2019年6月7日閲覧。ABC7 ミ、ガカブト10ほどマイナスごと非常。 史上最前面化、広し、中国大王カブト王天株カブ総狐、ネ、チャイナ、ディフェンス、ブラウグスポット .com、2020、例語、ザニューチャイニーズスタンダードタイプマイナス -11、ヘルメット、HTML ザニューチャイニーズ、スタンダードタイプ -11 ヘルメット、から、チャイナディフェンスブログ。ありがとうございます。